ピーター・ローバート・ギャレットは、オーストラリアの音楽家で、政治家。オーストラリア労働党に所属し、2004年10月から、ニューサウスウェールズ州のキングスフォード・スミス選挙、苦戦室の連邦会議員。2007年11月の選挙で労働党の勝利後、ケビン・ラット首相により、環境、国会3、芸術大臣に任命される。その後、環境省をもう一期務めたが、 2010年2月26日、屋根裏断熱材設置補助金制度に関する問題で、ラッド首相により気候変動プログラムに関する権限を剥奪された環境保護国会産・芸術大臣へと降格され、気候変動とエネルギー効率に関するプログラムの権限は新設の部署を兼任することになったペニー、ウォング気候変動大臣に引き継がれた。 同年9月14日、ラット首相により学校教育、幼児、青年問題担当大臣に任命された。1973年から解散した2002年まで、ミッドナイト・オイルのリードボーカルだった。オーストラリア自然保護基金の会長を務め、2003年には、環境と音楽産業への寄与を評価され、オーストラリア勲章を授与されている。 若年の頃から社会派のミュージシャンとして知られるが、捕鯨については強硬に反対する反捕鯨主義者でもあり、日本の年間戦闘程度の調査捕鯨については、非難する立場を取っていた。2008年3月、農作物を荒らすとして、オーストラリア軍主導で、ネオ平均360万頭のカンガルーの駆除を行うよう指示し、この一件で、 オーストラリア国内の環境保護団体からダブルスタンダードだと批判されたこともあった。2008年10月、スペインのバルセロナで行われた世界自然保護会議において、クジラ食害論には科学的証拠が不足しているとする動議に日本を含めた捕鯨国も署名する予定だったところ、もっと捕鯨国に対して厳しい文言にするよう主張したため、 最終的に捕鯨国が署名を拒否したという行き札があった。このためギャレットは捕鯨停止を狙った道義を台無しにしたと、その反捕鯨戦術の稚拙さを WWF に批判された。ありがとうございます。